にちは、ダーマスチャンネルダーマスです。じゃあ、ダニアということで、来ましたー我らが、我らがというか、チートデイで、ここ何回も来たことあるんですけど、なんかね、特大ハンバーガーがあるらしいんですよ。何でね、それね、ちょっと挑戦してみようかなと思います。さっき筋トレしてさ、その直後やもう腹へんペコペコだし、今食うしかない。間違いない。で、多分めちゃくちゃでかいから覚悟してかかろう。オッケー、俺らなら余裕でしょ。余裕行きますか。はい、来ました。ただこれは僕らが頼んだハンバーグじゃなくて、1個分のハンバーグのでかさがこれです。これでも相当でかいから、これがあと何倍にもなって帰ってきます。楽しみ楽しみ。腹も減ってきたし、減ってきた、いい頃やな。ね、来ました。来ました。これやばいっしょ、このでかさ。匂いえぐない？やばい。しかもこれ3層になってそれぞれ違う味だから、多分飽きずに全然余裕で食えるそうだ。余裕だね、これは。ちょっともういただくか。匂いがやばい、もうやばいな。ちょっともう2人でいただこう。これいただきましょう。これこれどうやってどうやって食うな、これ。もうこのままこうかぶりつく。いただいちゃいます。いただきましょう。いただきます。めちゃうめえやん。これうぶっ。マジでうまい。マジか。うまいな。うまい。食い方が合っとるかどうかわからない。ただひたすらにうめえ。うますぎるな。これもう分解して食った方がいいわ。だな。これ3つ分のハンバーガーが。うん、ま。こんな幸せなことがあっていいのか。幸せすぎる。これは筋肉つくわ。トレーニング後のこの腹ペコペコの状態で。いや、これ頑張った甲斐があったな、これ。マジでな。あのキッズさ、あのトレーニングを乗り越えんかったらこの美味しさ味わえてないか。ないね。あとまあ2人とも今減量中でね。これがね、また美味しいわ。しみるわ。うまっ。これでも言うてもスピード勝負なんで、うん、ちょっと喋っとる暇ないな。暇ない、暇ない。満腹になってまで。うん、うまっ。うん、やっぱその辺のファストフードとはわけが違えよ。多いな。俺思った飲みました。うまい。でさっきたまたま視聴者の方に会ったんですけど、カタブリック T シャツで僕も買いましたって言ってね。めちゃ嬉しかった、ね、嬉しかった。うまいな、マジでマジうまっ。なあとこのなんかさ、外で食うのがうまいね。確かに何度も何度も言うようだけど、環境補正がすごいわ。俺どうやって食うの？これパンがねえがよ。贅沢な話ぞ、これどうやって食うだって言っとるよ。じゃあ、うまっ。野菜もめっちゃフレッシュだし、これ次ベーコンとパティとトマト、最高。うん、うまい。油断するとやばいね。調子こいとるとこれは痛い目見るぞ。うん、うまっ。うん、減量もこれがあるから続けられるね。うん、チートはね、結構ね賛否の声あるけど、俺はやっていきたい。あ、次の日から頑張ろうってやるのか。ほう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 。次もこのうまさで食いたいやん、食いたい、この感覚で、ね、だから頑張ろうってなる。なるほれ、もうラストのこの一段になっちゃいました。コーラを勝ち込むと、くぅ。意外と余裕でしたね。うん、もう最後で、ちょっともうね、名残惜しいな。名残惜しい。いただきます。うん、最後マジうまい。うん、やっぱりこれ3種類の味があったから、うん、めっちゃいいな、ね、これはチリな感じで、ちょっとピリ辛な感じ、うん、うまいな。うまい。うん、オリーブとかも入っとるな。入っとるか。オリーブじゃねえか、これ。腹いっぱいやな。割と腹 9.5 分。間違いない。
ラストステップチェンいただきます疲弊しとるわもう、ちょっと休憩しますご存知者お達者うまかったな。うまかった、まあ、腹はめちゃめちゃいっぱいになりました。12分目まで来たまあでも美味しく食える限界値だったな。そうだね、無理はしてないです。してないね、うん、これがね一番いいところだな、ね、無理をしずに食うっていうのが、うん、ちょっと今後もこの大食い企画はやっていきたいですね。そうだね、だからちょっとなんかおすすめの店とかあったらぜひコメント欄でね教えてください。僕らが腹12分目まで美味しく食べれる、そうですそれ限定でお願いしますまあてな感じでね、はい、ハンバーガーめちゃうまかったな。うまかったてか、やばくない？めちゃくちゃパンプしとるな。やばい、パンパンだね、もうちょっとね、一回これ腕回り測ろうぜ。いいよ、俺らがね、どんぐらい腕回りあるかちょっとまだ視聴者の方分かってない方多いと思うんで、まあ、減量中の僕、減量して2ヶ月弱ぐらいなんで、そんな細くはなってない。で、今、どんな感じ？まあ、現状維持ちょい減量ぐらいそんな中途半端なっちゃうかなということで、まず一般の方ってどれぐらいの腕回りの太さとかわからんやん、ね、そうだね、ちょっと一般の方の腕回りを腕回り測らせていただきましょう。いいですかちょっと一瞬いいですか？一瞬一瞬一瞬です。腕回り測ります。出ました、11センチということでね、前腕にはなるんですけど、前腕11センチで11センチ。まあ、ぼちぼちだね。うん、まあ、平均的な数字が11だから、まあ、それ以上あったらね、結構トレーニーかな。そうだね、うん、まあ、マッチョな部類に入るんじゃないかな。今、邪魔。ああ、そうそうそう。俺か行こうか。ダニーもこれ二児の父ですから、うん、こう見えて今でもこれね腕パンプしていきますから。おお、なるほどな。うわっせこいな、これを使ってこの腕パンプさせとったかねっ、いきます。さて腕回り何センチなのか。おい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 、43センチ。バカ一般人の4倍とかやって1個前の動画でも言いましたけど、彼6ヶ月筋トレやってなかったわけですから、それで43ってことは筋トレやっとったから50センチあったんちゃう？あるなねえ、さっきダーニーは超えたかっとったやん。それじゃこれ言われますよ、コメント欄でこうっすよ、こうこうやって太くしますよおお、43センチ。危ねえ。筋トレ半年やってないやつに負けるわけにはいかん。やるな。あの一緒だったな。やっぱりそのハンバーガーが効いてきとった。効いてる。完全にな。ということでちょっとラスト腕相撲対決しますか。唐突です。唐突ですけどね。はっきりしよう。白黒。うん。ま負ける気はしない。ガチンコ勝負なんだ。ガチンコ。うん。お願いします。よし、スタート。がっ、頑張れ。くそ、ガチか、負けた。もう体力が長すぎる。もう俺疲れたわ。5秒で負けました。ありがとうございました。